これじゃなんかあります。<あー> <laughs> もうかなりいいなと思ってます。はい。はい。そうです、まず長崎出身なんですよ。人材派遣ネクストスタッフサービス代表森隆一。 働く人々の心をテクノロジーの力で見えるか。新卒採用200人計画を進め事業を拡大。年間売上は70億円に上る。1万人との面談実績を持つキャリアデザイナーの虎は志願者のネクストビジョンをどのように描き出すのか。まず長崎出身なんですよ私。最初からずっと応援したいと思ってて。あ、そうなんだ。長崎<で>なんですか。すはい。 長崎スタジアムもそろそろできるんですよね2年ぐらいしたらで向かいにある稲佐山とロープウェイをつなぐっていう工事が始まっていたりとかより盛り上がると思いますしただ上場企業の本社がないのが確か唯一長崎県だってうような気もして応援してる気持ちがあって47都道府県で長崎だけ上場企業がないんですよジャパネットしかないですねジャパネットそうですよね移動しちゃったんですけど日本社は長崎じゃないんですよ今 はい。空気読めないこと言っていいですか。<laughs> これフィットネスは私来ないと思います。で、あるんですよ現にいろんなあの例えばこうホテルのあの犬犬が泊まれるホテルのとこに1階にフィットネスちょっとついたドッグランと結構あるんですよ。はい、でも全然利用者いないんですよ。うん、なんでだと思います。ちょっとそのどういう風な集客とかマーケティングしてるかわからないので。でちょっとさっき言ったんですけど、犬がやっぱやらないんですよね。フィットネスの あのど機械自体に怖がって乗らなかったり動かなかったあの要は使わないんですよ犬がそれで私もそこ行くんですけどやっぱ犬行かないんんでででどうせ外で散歩するんでするよ最初は結構おやつとかを使って、うん、あの機械に慣らすっていうのを、まあ、既存のフィットネスさんもそういう風にやっていて。 結構インスタグラム見るとワンちゃんたち楽しそうに走っている写真が多くって確かに怖がるワンちゃんもいるかもしれないですけどみんながみんなそうではないとは思っています。チワは,、はいまあ、は臆病ですからね。そうですね。うちもポメチワですごいビビリなので。あと公園じゃなくてこのフィットネスを使う理由っていうのは？は室内っていうところにとてもあのメリットもあると思っていて例えば雨の日とか。 まあ冬のこういう寒い時期だったり夏の真夏もすごくコンクリート厚くなったり、うん、公園も地面が厚くなって肉球やけどしたりなるそうですね、はい、なのでそういった時にいつでも室内で年中快適にできる場所があったらいいなっていうのもそこで気になるのはサブスクなんですよはい。サブスクだったらいかないけどそういう暑い時とか雨の日だったら行くんですよ、はい、これ契約期間どんくらいで考えてるんですか契約期間は設けてないです一ヶ月ごと契約できる いやあそういうわけではなくて入会の時は入会金取られるはいもちろんですですよねそうすると季節のいい時もお金を払い続けなきゃいけない 1>,、はい、1万5千0 0円、はい、ということは、まあ、年間にして十何万払い続けるっていうことですよね、はい、その顧客が私は続かないと思いますけどはい私も春と秋がやっぱり一番利用頻度が下がって、うん、あの離脱が多くなると思っているので,で、ね、春と秋にあの大きなイベントを打とうっていうふうに思っています、はいはい 考えてますね、はい、ありがとうございます <laughs> 鋭い指摘に対し丁寧に言葉を返す志願者物語はいよいよ最終局面へと突入トラたちが導き出す答えはまけどイギさんの指摘する可能性のこともありますよねその展開もありえますよねでもそれを分かった上で僕もお金を出したいしそれで 1店舗やってみたいっていう方も全国にいらっしゃるんじゃないかと思うようなビジネスプランだとは,僕は思います私もそうですこれ、うん、失敗した後に、うん、もう次次次ってどんどんやっていければいいんですよもうフィットネスダメだったらもうフィットネスダーっとやめちゃってじゃあ中でもう何か違うことやるとかもうそういう気合があるんだったら成功すると思うしフィットネスにこだわるともしかしたら失敗するかもしれないんじゃないかなとは思うんで、はい、でもさっきお伺いしたらもう集客失敗しても足で稼ぐとかフィットネスダメだったら次のこと考えるとか。 そういううい気合ががああれば多分成功するでしょうねありがとうございますさすさがシントラなのに <laughs> <laughs> とんでもないです。指摘が鋭い